ちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギュエモンです。すっかり秋の空と秋の風になってきましたが、皆さんその風に吹かれて羽生ロスがますます進んでいませんか？本当に思っています。羽生選手、これね、分かってるんですね。ってことで、今日はみんなが気になる羽生結弦選手の初戦になるだろう2021年 NHK 杯について徹底解剖をしていきますね。すごい。今日はね、頑張りますよ。おー、2021年 NHK 杯に絞ってお話ししていきますので、ぜひね、初戦を迎える前に知っておいてくださいね。 OK。 そして不定期企画、今週の搬入ライフでは、 NHK 杯、ロステレコム杯、全日本選手権の時に生観戦で、テレビ観戦で、ビデオ観戦の時にあなたが来て応援すると気分が爆上がりしちゃう、フィギュエモンデザインの羽生結弦応援 T シャツを最後にご紹介させていただきます。いつも応援ありがとうございます。また次のライブ配信の予定が決まりましたので、これも最後にご紹介しますね。 OK。 なので最後まで目いっぱい楽しんでください。OK。 ってことで、このチャンネルでは羽生結弦選手、フィギュアスケートに関する話題をご紹介しています。羽生結弦選手を全力応援していきたいっていう方は、ぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。してる？チャンネル登録をすると、動画以外にコミュニティの配信を受け取れるようになります。このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期で発信しています。また先週始まったメンバーシップの方では、濃度の濃い情報をメンバー限定で発信していきますので、ぜひ興味のある方はメンバーになるボタン、または説明欄のね、メンバーシップのリンクをクリックすると動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。では早速行ってみよう。OK。 NHK 杯、これあなたはどれぐらい知ってるでしょうか？フィギュエモンは1989年が最初に見た NHK 杯でしたね。この頃はグランプリシリーズではなく、国際競技会として大会が開催されていたと記憶しています。はい。で、まず思ったのは、羽生選手はどれぐらい NHK 杯に出てるかってことでした。そう、すぐには出てこなかったので調べてみましたよ。じゃん。なんと NHK 杯には過去6回も羽生選手出場してるんですよね。すごい。そのうち2012年、2015年、2016年、2019年の4回優勝しています。今年2021年は7回目の出場になるのですが、今年はどんな結果になるのでしょうか？ぜひ皆さんも参考にしてみてくださいですね。この過去 NHK 杯出場について調べている時に、面白いかなと思って開催場所と会場を一緒に調べて一覧に載せておいたんですが、これを見る限りでは羽生選手と NHK 杯とは相性がとっても良さそう。その中でも真駒内積水ハイムアイスアリーナとの相性が良さそうだって思いませんか？でね、あと一つ思ったのは、2014年の東和薬品ラクタブドームって12月のグランプリファイナルの会場ですよね。ライブ配信の時にどなたかがあんまりね、羽生選手と相性が良くない会場だっていうことをコメントがあったことをフィギュエモンは思い出しました。とはいえ4位ですからね。フィギュアスケートは会場、外の温度なんかによって氷の感触が変わってきます。その感覚に合うか合わないかっていうのは選手との相性です。だから過去のその会場の試合成績っていうのは意外とね、分かることが多いんですよね。やっぱり。ってことで、 NHK 杯が開催される会場、代々木第一体育館についての成績はこんな感じ。私がさらっと調べた感じだと、羽生選手が出場した競技会はこの4大会でした。羽生選手の写真集のご紹介の動画で出てきたと思うんですが、
2009年ジュニアグランプリファイナル、これが羽生選手と代々木第一体育館の出会いじゃないかなって思います。お、羽生選手が日本開催のジュニアグランプリファイナルで初優勝だから、羽生選手にとって代々木第一体育館は結構いいイメージがあるかもしれないですよね。その後世界国別対抗戦が代々木第一体育館で開催されることが多くて、私2015年と2017年の国別を生観戦していますが、会場で見た感覚、それが今でも脳裏によぎります。2019年全日本選手権は女子の日しかチケットが取れなかったので会場の感じしか見てないんですが、同じ会場ですが大会が違うので雰囲気が全く違いました。会場としてはそんなに大きくない印象の代々木ですが、フィギュアスケートを観戦するにはちょうどいい大きさ、そんな印象を持っています。です。豆知識ですが、アイスホッケーとフィギュアスケートでは設定温度が違うそうです。本当に？アイスホッケーはマイナス5度、フィギュアスケートはマイナス3度に設定されることが多いってことなんですね。まあ、そう言われてみればアイスホッケーの時は氷の音が大きく響いてますよね。フィギュアスケートは滑らかな滑りのために柔らかい氷がいいとされてるのだそうです。この代々木第一体育館はもともと冬季はアイススケート場にすることができる設計になっています。だから他の会場よりもスケートリンクを作りやすいそうですね。はい。そしてスケートリンクの大きさは国際規格である 60m×30m でこの大会は開催されます。 OK。 ちなみにこの代々木第一体育館は2021年8月2日付で国指定の重要文化財、この建造物ですね、これに指定されました。あの天に伸びる渦巻きの形がワクワクする建物だなってずっと前から思ってたんですが、実際に生観戦するときはこのね、重要文化財になったんだっていうことを覚えておくと楽しいかもしれません。 OK。 ここからはおさらいです。ルールでは男女シングルの時間はショートプログラムが2分40秒のプラマイ10秒、フリースケーティングが4分のプラマイ10秒と決められています。はい。私たちが目にするであろう新プロはこの2分40秒プラマイ10秒という時間の中で披露されるんですね。そしてジャッジのエントリーについてです。2021年2022年グランプリシリーズは2つ以上の大会にジャッジのエントリーができないそうです。ジャッジは最大9名で構成されますが、最少7名でも OK だそうです。競技会への同行はスケーター1人につき1人のコーチ、ゲスト同伴者はこの大会では認められていません。で、このコーチなどのエントリーを10月8日までに完了する必要があるとのことでした。で、ここからが大事なんですが、 NHK 杯参加者は11月8日月曜日に必ず到着しなければならないと記載されていました。え？だから通常だったら水曜日に現地入りして週末の試合っていう流れがまあいつもあったと思うんですが、今年は異なってるってことなんですね。かなり。食事とホテルは全て主催者が用意。食事の用意がされているのは11月8日月曜日の夕食から11月15日月曜日の朝食まで。そしてスケーター、コーチ、ジャッジなどの関係者にはホテル、食事だけでなく居住地から東京までのエコノミークラスの飛行機代を主催者が支払ってくれるそうです。そして11月9日から公式練習が始まります。スケジュールはこんな感じ。スケジュールの変更の可能性は今のところありますが、大きく変わることはないかなって思いますのでお知らせしておきますね。やばい。
楽しい。ね、こうやって詳細が決まってくると、本当見てるだけでワクワクしてきますよね。ピンクの文字にしてあるのが羽生選手に関係あるところです。羽生選手が移動するのは11月8日の月曜日でしょうね。ここから非公式練習を2日挟んで、11月11日木曜日の公式練習に挑むのではないかなって思います。テレビで放送されるのはおそらくこの日のニュースかな。まあ、よくしたら非公式練習の映像がどこかで出てくるかもしれませんね。なるほど。そして決戦は11月12日金曜日です。なんかドリカムを思い出してしまいますね。ね、なのでこの日から3日間はぜひあなたのスケジュールを開けといておきましょう。 OK。 でね、このグランプリシリーズは結果に応じて賞金が出ます。1位は18,000ドル、約200万円、2位は13,000ドル、約150万円、3位は9,000ドル、約100万円、4位は3,000ドル、約33万円、5位は2,000ドル、約22万円。当然この NHK 杯でも賞金が支払われることになります。それともう一つ大事なこと、それはグランプリファイナルに出場するためのポイントです。大会の結果によって各選手にポイントが付与されるのですが、1位15ポイント、2位13ポイント、3位11ポイント、4位9ポイント、5位7ポイント、6位5ポイント、7位4ポイント、8位3ポイント。1人のスケーターにつき最大2大会の出場ができますので、最高30ポイントっていうことになりますね。この上位6名が出場する大阪開催のグランプリファイナルの出場選手が決まるポイントは押さえておくといいでしょう。ね。OK。ここまでは NHK 杯の詳細が出てきたのでそのご紹介をしてきました。あ、美味しい。ここからは今週のファンニューライフということで、冒頭でご紹介した羽生結弦選手応援 T シャツを実際にご紹介していきますね。この T シャツは羽生選手が出場する試合の生観戦、テレビ観戦、ビデオ観戦の時に着用して応援する気持ちを盛り上げていこうという趣旨で作った T シャツです。私 T シャツを作るなら黒って決めたんですよね。まあ、なんでかっていうと、まあ私ね、家で黒の T シャツばっかり着てるんですよ。なので、で黒ベースでデザインを考えました。羽生選手といえばゴールドですよね。だからゴールドを使いたいなって思って、実際は金ではないんですがゴールドに見えるような色を選んで羽っていうそのデザインのロゴを考えました。でこの T シャツは羽生選手をイメージできるような羽という文字が前面に出ていて、羽生選手が羽で飛ぶというイメージでロゴを考えたんですね。でバックの部分見えますかね、この黒の部分なんですが、白 T シャツにすると分かりやすいです。 4A 羽生の H、 ゆずるの Y、 ひぎえもんの F が何気にこうね、あんまり見えないんですが書いてあるんですよね。でその上に羽のアイコンが載ってます。でインクをこう全体的に飛ばすことによって躍動感を出しているデザインに仕上がってます。ってことで実際にご紹介していきます。一応ですね、2枚 XL のサイズをフィギュエモンは購入しました。でこの下に置いてあるのがプレゼント用っていうのをね、選択するとプラス280円で、この袋とですね、メッセージカード、これがついてくるんですけど、なんかね、意外とこれ、この袋ですね、使えるなと思ったので、
一緒にねぜひご紹介しようと思って見せてます。でこれね中に取っ手のところがね収まってはいるんですが、取り出してトートバッグみたいにできるんですね。でそうこれがカードなんですが、一応あの何を書きたいかっていうのは設定できるんですが、それは設定しないで注文したら白紙のが来ました。で、ね、そのトートバッグの表に、まあ、白でねユニクロって書いてあったんで、そんなに目立たなくてすごくいいなと思います。でその中に2枚こういう形で入ってました。で T シャツはアップにするとこんな感じで、もう結構ねゴールドじゃないのにすごくゴールドって感じの色に仕上がってるなって思いました。でフィギュエモンはローマ字で入れさせていただいてます。でね、まあ、ユニクロの T シャツなんで、であの厚地の方ですね、タイプ A っていうのをフィギュエモンは選んでデザインしたんですが、それですね、だから厚めの方の T シャツです。で薄めの方の T シャツもあの洗濯すれば買えるようになりますので、まあ、それで色もねあのタイプによっていろいろ違うみたいなんでいじってみてください。で購入サイトは説明欄にリンクを貼っておきますので、そこからご購入してくださいね。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。今日は NHK 杯の裏側を徹底解剖、そしてフィギュエモンデザインの羽生結弦応援 T シャツをご紹介してきました。ぜひこれから始まる本格シーズンを一緒に楽しんでいきましょうね。だんだんと楽しくなってきて、9月23日から始まったこのチャンネルのメンバーシップについても説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ特典をご紹介している動画をご覧ください。 OK。 最後にお知らせです。お2021年10月2日土曜日夜9時からライブ配信をさせていただきます。まだ何を話すか決めてないんですが、今シーズンの展望、そんな感じのことを皆さんとお話できたらなって思ってます。ってことで今日はこの辺で、この動画が良かったと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ヒゲモンでした。さようならー。